僕らの別荘。これごときでさ、収益化できなかったら嫌なんだけど。こんなんでさ、ふざけて。別に何もなかったし。何もないのが一番やばい。何にもなかったんだ今。まあいっか、乗せちゃうか。いやさ、スカジャンを作りに行こうってことでね。そうだね。スカジャンを作りに行こうってことで。ライブはやるかわかんないけど、スカジャンは作りに行きます。ライブはやんないのが俺らしさ。いいってさ。俺ららしさもある。肯定しなくていい。あるからね。いいんだけど、うん、スカジャンはちょっと作りに行こうということで。まあ確かに。作りたくて、うん、動画を見て、うん、マクガフィンの、あのおしゃれ YouTube、うん、あれいいよね、あれすごいよ。クッキーさんとケンコバさん、うん、ね、作りに行ってるの見て、作りに俺たちも行こうよと。行きたい。おソロじゃないけどね、完全にはね、うん、柄とかまで全部おソロではないけど、うんうん、みんなで同じところでちょっとオリジナルの作りに行きたいなと思ってさ、作りに行こう、うん、こんなん初だね。でもね、おソロで何かを作るみたいな。本当だよ。確かにYouTuber っぽい。あ、でもあれか、食べっ子動物。あ、食べっ子動物、まあ、食べ動物、そうだね、作るじゃないけどね、作るじゃないけどね、食べっ子動物は。でもね、やっぱ石井がね、やっぱそう、みんなが買うなら僕も欲しいですけどね。スカジャンに関してもそうだし、ね、そうだったな。そうなんだよ。 LINE でな、やり取りしてて、ね、石井どうするっつって、うん、僕一旦いいですってしたけど、そうそうそう、あれ、あ、みんな作るならじゃあ一応一応やろうと。やめてよ。だからさ、みんなでさ、そのスカジャン着てさ、そのツアーとかも行こうよ。うん、確かに。まず、いや、まあ、やるかわかんないけど。何やかね。やるか。もしかしたら、ツアーなしでスカジャン着て、俺らが地方に行くなんて可能性もあるよ。旅行するだけ。スカジャン旅行。スカジャン旅行になったら。スカジャンと一緒に、なんか写真撮ったりして。スカジャン人道中に。スカジャンの発掘した、発掘したで。すごいよ。スカジャンだよって、スカジャンのアクスタに見せて、ね、スカジャンのアクスタ同時に言ってましたね、今。俺の方が良かった。ええ、僕より俺が元のボケ作ったの俺だから。そうだ、そこは正直でもアクスタ決まってたから。そうそうそう、決まったでしょ。決まってたけど、そこに同じなんかスピードで行って、俺なんか嬉しいな、アクスタ見ようかな、スカジャンに。まあ、権利の関係で。なんで、なんで、今のとこ丸々ちょっと権利の関係で、今のとこそう分かんないですけど、音楽だったっけ、ジャスラックに見つかっちゃった。もうちょっと今のは。でもそのスカジャンはさ、あれなっちゃうオリジナルのデザインをこの刺繍でやってくれるわけでしょ、うんうん、みんなはこの決めたわけ、何にするか、うん、決めた決めた。あ、本当に、うん、もう刺繍決めてんの、もう即決め。何、家族写真むずくね、家族写真縫うのむずくね。石井あれか、グローブか。グローブじゃねえよ。別に可愛い、可愛いよな。可愛いけどね。グローブだ。まあ、グローブじゃない。まあ、僕は奈々ちゃんね。ん？奈々ちゃん。名古屋駅の。違うよ。大きい、大きい。足長いやつ。足長いやつ。みたいなやつやな。あれじゃない。結構いいね。よくない。結構いいね、でも。結構いいね。奈々ちゃんの靴が。いやいや、飼ってた犬。ああ。犬の奈々ちゃん。家族ね。え？犬っていうけど。家族、家族だけど、うん、まあ犬ではありますから。お迎えした家族ね。うん、あ、まあまあ、その、まあ、お迎えした、まあ、犬ね、うんうん、家族、家族、家族。ご飯のことも餌って言ってるでしょ。え、やば、こいつ。まあまあ、まあ、正直餌って言ってたかな。え、首輪のことも首輪って言ってたでしょ。え、うん、首輪って言ってるじゃん。お前、せめて置き換えてから、つかかってきてくんね。お前さ、動物病院のこともさ、動物病院。動物病院って言ってんじゃん、お前は。そっちが言っちゃってる。え、俺は普段内科って言うの？内科？外科もあるだろ。外科のがメインの時あるぞ。犬人間の内科って。犬人間。犬人間が一番やばいね。一番家族扱いしてないと思う。犬人間。犬人間。明確な区別じゃん。犬人間。
家族のね、奈々ちゃん。奈々ちゃんね。これはもう、ね、そうそうそう。うん、これを確かに。まあ、ならそれで、あ、作りたいと思ったしね。あ、なるほど。それ言ったもんね。そうそうそう。そうそうそう。そこで買う。こんなんもできんだよ、みたいな。いいね、それ。でもいいね。最高。え、じゃあ俺も奈々ちゃんにしようかな。ダメだよ。え、なんで勝手なことすんな。いいだろ、奈々ちゃん。別に。4人で全員で奈々ちゃん。みんな奈々ちゃんだよ。なんでだよ。いろんな奈々ちゃん。いいじゃん、奈々ちゃんね。奈々ちゃん。泣いちゃうだろ、俺そんなの。みんなの背中見て。ちょっと後ろ歩いて ちょっと後ろ歩いて自分のだから見えないから見えないからなんか背負ってていいなって感じだけど俺らが前歩いて歩いた瞬間俺歩けなくなっちゃうよ崩れ落ちて崩れ落ちてやめろよここにもナナちゃん入れるけどここにも無理まで後ろだろなんか後ろにバーンでしょいろんなナナちゃんいい楽しみだよそれで一気に楽しみだったいいじゃんいいでしょジェス決めたなんか俺ねどうしようかマジで迷ってるなんかそのピッセさん多そうだな、好き。入れたいもの。なんだそれ入れたいものが多そう。だからその、服好きだね、なんかもともとある、そのヴィンテージの、なんか、刺繍をこうサンプリングしてみたいなのをなんとなく考えてる、ね。地域の形みたいなやつ。あるよね。そういうね。かわいいね。なんかベトナムみたいな感じのね。確かにそういうのもあるわ。あるよね。そうそうそう。確かに。山形、山形山形のね。山形の。いいけど俺全然。いいよ、いいよ。山形ってさ、人の横顔みたいな形してるよね。そうそうそう、してるしてる。してるよね、山形って。確かにめっちゃおしゃれかも、山形入れてたら。もっと地元をこう、レゼンする感じはね。俺もリアス式海岸入れるし。リアス式の本当のさ、あの、角一個にした。角一個にした。何がわかんない。三角かなって思うぐらいの。なんだろうって。いや、引きで読んなよ、せめて。先端に奈々ちゃん。なんで奈々ちゃんに読んだよ、奈々ちゃんの角も書くんだよ。リアス式奈々ちゃん。リアス式奈々ちゃん。なんで俺ない思いで泣かなきゃ。行ったことないから、奈々ちゃんと仙台に。え、俺はどうしたらいいと思う？初湯は、あれとかは？何どうしたらいいの？あの、慶応の交渉みたいな。まあ、何だ？いいじゃん。かっこいいけどね。いるんだよな、たまに、ほんと、慶応大好きおじさんって。あ、いるんだ。もう、その、プライドとして。そうそうそう。慶応だぞと。その、まあ、服とかにはしないけど、その、病院とかの、あの、院長とかやってる人だから、その、看板の色が慶応カラーになってるとか。なるほどね。慶応カラー。紺色と赤みたいな。黄色かな、紺色と。あの、ペンのやつでしたっけ？あ、そうそうそう。万年筆のやつか。万年筆みたいな。あー、あれか。うん、そうそうそう。いいんじゃないですか。いや、やだよ。福沢諭吉。やっぱ一万円札だと思われたら。旧一万円札だと思われたらどうすんだよ。二人いるから。二万円だと思われちゃう。二万円だと思われちゃう。なんかないっけ、俺にゆかりあるものって。まだノープランなんすか？タバコとかノープラン。え、でも、え、グローってこと？グローじゃねえよ。グローでいいグローゆかりねえだろ。グローハイパー。グローハイパー。グローハイパーに万年筆差した。グローハイパーと万年筆がこうなってる。こうなってる。めっちゃいいじゃん。めっちゃ熱いじゃん。すごいいいじゃん。マジで意味わかんない。グローハイパーはいずれなくなるから。進化とかしていくから。いいじゃん、それ。だからなんか年代がわかるじゃん。あ、これ2024年だね、このグローハイパー。ないよ、コピーライトみたいな。コピーライトじゃないよ。入れたらいいじゃん。どうしよう。タバコ、まあ煙とか言ってるしね。まあ、そうじゃない。リアルそうじゃない。タバコ？でもさ、タバコさ、ちょいダサの可能性ない。まあ全然ある。まあ、あるよな。正直全然ある。タバコって、なんか、正直全然ある。悪ぶってる感じ。1個入れんの ?1 本入れんのタバコって、その、箱いや、ワンカートン。ワンカートン。ワンカートン。ボックスならまだ、ボックスならまだいいけど。カートン、カートン。ビニールみちみち。斜め上から見たカートン。ビニールみちみち。ライターも一個ついてる。嫌だね。カートン嫌だな。カートンと万年筆。なんで万年筆にするの？すぐ慶応のマークにしようとする。え、今度どうすんの？なんか俺はだから、あれよ、さっき言って。え？リアス式。あ、マジ？リアス式。あ、マジ？嘘。いや、ほんとのこと。嘘はダメだよ。ほんと言っていいの？え、ほんともあんの？ほんと言っていいの？決めてるのもあんの？あるある。え、ちょっと教えてよ。俺、それこそ実家の猫。はぁー。なるほどね。猫を飼って。似た感じだじゃん。そうそう。でも4匹いたから。うん。2匹いて、まあ、亡くなっちゃって、今2匹飼ってて、これどれを入れようかなっていうのはある。え、じゃあ後ろに2で、こことここに2でいいんじゃないですか？あ、確かに、確かに。そうしよう。ね。マジそうしよう。あと、まあ、奈々ちゃんも入れちゃった。なんで奈々ちゃん入れんだよ。でもさ、奈良っていうか、俺も全然、今飼ってる猫でいいかも。幸子？今、糸ちゃん。あ、糸ちゃんね。猫と豆メキス黒だ。なんでさ、ここにグローハイパーと。まっすぐな猫作るんで。ま
こうしてる、こうしてるネタ、クーマみたいなネタ作んだよ。なんでいつしてここにグローハイパー2個、前にグローハイパー2個、グローハイパー2個ってなんだ、1個でいいだろ。みんな奈々ちゃんなんてたよ、いろんな奈々ちゃん、いいじゃん奈々ちゃんね、泣いちゃうだろ俺そんなの。